前田、そして勝ったばかりのユーザー、来た、ユーザーの同点ゴール。西川監督のベンチワークドンピシャリ、すぐさま追いつきました。連勝中の水戸ホーリーホック1対1。チームの勢いを象徴している、取ったらすぐに取り返す、しかも変わって入った選手のパフォーマンスでした。これもね、前田選手の守備からですよね。高い位置でボールを取って、そこからのコンビネーション見事でしたよね。ここの寄せですよね。体も強いですし、ここから奪ってもうゴートボールを向いてますよね。まあいいシュート、まあ、素晴らしい。